長崎県佐世保市のハウステンボスで20日。コロナの影響で2019年9月以降開催されていなかった九州一花火大会が2年ぶりに催され、西日本最大級という2万2000発の花火が秋の夜空を彩りました。九州の花火師11社が手掛けたみんなの花火や一尺玉競演会や一番の見どころとしては海外、国内の過去優勝チームが出演するフィナーレ、ラスト30分で音楽に合わせて1万発の花火が夜空に咲き乱れるという感動ものの花火が見られます。大会のダイジェストで皆さんにご覧いただきましょう。ではお楽しみください。
皆さん、今日の花火はいかがでしたか？ラストの5000発の花火はすごかったですね。冬の夜空を埋め尽くした心に残る素晴らしい花火でした。来年も楽しみにここで皆さんとお別れします。